あれは竹三日月ファミリアの日立千草さん。彼女が教祖様？バカな。お二方、あのような個性的な方とお知り合いなのですか？勘違いですから。彼女は本来あのような人物ではないんです。あと、さりげなく心の距離を取らないでください。その通りだ。我々にこのような混乱を叩きつける女性では、虫も殺せないような心優しいヒューマンで。虫も殺せないような心優しいヒューマン。モテる女どもは皆殺しだ。奴らの臓腑を血の祭壇に捧げてやれ。どこが？だから全く人が変わってしまっているんです。あの変貌ぶりはカーズの影響としか考えられません。そう信じたい。いや、信じさせてください。お願いします。可愛いし綺麗だけど男いないよね、プークスクスとかもう言われたくないんです。取る、私はこの夏マウントを取る。だからお願い教祖様、私のお願い聞いて。なんて無様。あの生物がロキファミリアの同僚。あの目を背けたくなる彼女がフォレストライト氏の後輩。あっ、心の距離を取らないで。違う、私は違う。あのような人種じゃない。人はみんな同じことを言います。大丈夫、私たちだけはあなたのことを分かっていますから。やめて、変な同情の仕方しないで。もう嫌、エルフィーのバカ。ですが気持ちは分かります。私も知人のあんな姿を見たら意識を彼方に飛ばして。リーゼたちが追い返してくれました。なぜシルがここに。